オーストリア継承戦争におけるネーデルラント。ラウフフェルトは右下にある。ラウフフェルトの戦いの地図、モーリス・ド・サックス・ラウフフェルトの戦いにおけるモーリス・ド・サックス、ピエール・ラン・ファン作。ラウフフェルトの戦いは、オーストリア継承戦争中の1747年7月2日、フランスによるネーデルラント侵攻の一環として行われた戦闘。 モーリス・ド・サックス元帥率いるフランス軍に対し、カンバーランド公、ウィリアム・オーガスタス率いるイギリスとハノーファー軍、オラニエ公・ウィレム4世率いる、ネーデルラント連邦共和国軍など国事少々を支持する同盟軍が、マーストリヒトの西にあるラウフフェルトで開戦に挑んだ。サックスは、同盟軍を移動させるために、クレルモン公を率いる、文献隊を派遣。 カンバーランド公は釣られて文献隊を攻撃して勝利したが、サックスはフランス本軍を自ら選んだ戦場へ移動させ、同盟軍を見事に撃破した。カンバーランド公は今やフランス本軍に直面していた。ジョン・ギ・ゴガー将軍は同盟軍の前方にある村を占領、要塞化すべきと進言したが、カンバーランド公は聞き入れなかった。ロクールの戦いの時と同じく、 右翼のオーストリア軍は前進して、フランス軍左翼を攻撃することを拒否した。フランスは、ラウフフェルトに対し5回突撃し、互いにラウフフェルトを数回占領するなど激戦だったが、やがてサックスが勝利した。最後の攻撃では、フランスの重体がイギリスとヘッセン兵1万人をラウフフェルトから追い出した。カンバーランド港は、オランダ軍と、 イギリス軍を再編して反撃したが、オランダ騎兵は、フランスのカラビニアー部隊の突撃で撃破されて、フランス騎兵から逃げ、オランダ騎兵の後ろにいる不評も混乱に陥った。フランス騎兵はそこで、同盟軍の中央部に一撃を加え、フランス軍全体が前進したことで、同盟軍最悪のイギリス不評が全滅の危機に陥った。リゴガー将軍は独断で騎兵を突撃させて、 全滅を免れた。オーストリア継承戦争を通して最大規模の騎兵戦となったこの戦闘では、計1万5千の騎兵が参戦しており、フランス軍のアイルランド大隊の7個連隊が死傷者1400人以上を出した。イギリス国王ジョージ二世最愛の息子であったカンバーランド公はアイルランド大隊が赤い服を着ていたため自軍と誤認し、危うく捕虜にされるところだった。 リゴンアーが、騎兵の大部隊を連れてやってきたことで、カンバーランド港は、真一発で逃れることができたが、その栄光は失われた。フランスの勝利により、ネーデルラント連邦共和国への道の障害がすべて、取り払われた。同盟軍が撤退したことでサックスは、レーベンタール伯爵率いる、軍勢3万を北に派遣して、ベルヘン、オプゾームを陥落させた。 こうして1747年の戦役は終わるが、翌1748年の戦役が始まるや、サックスはマーストリヒトを包囲、マーストリヒトは5月7日に落城した。マーストリヒトが包囲されたことで、講和交渉は4月に始まり、10月のアーヘンの和訳で戦争は終わりを告げた。モーリス・ド・サックスの連勝に伴い同盟軍がネーデルラントで敗退したことで、フランスは、 マーストリヒトからの法制がとどろく中の平和交渉を主導した。ありがとうございます。